いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。今回はですね、皆様にご紹介するのはカメラバッグになります。K&F コンセプト様からご提供いただいて、今回テストをしてみましたが、非常にいいカメラバッグ、ちょっと今までにですねないほど多機能、そしてコンパクトでありながら、この大きさです、コンパクトでありながら非常に多機能で収納力もかなりあります。痒いところに手が届くというほどですね機能満載であって、しかも速射性にも優れています。動画の中で紹介していなかった部分でご紹介したいんですが、このカメラバッグの商品名がこちらですね。この商品なんですが、ホームページで見ると25L とも書いてあります。正式名称はアルファバックパック 25L です。概要欄にリンクページを貼ってありますので、そちらの方でぜひご確認をいただければと思います。拡張機能があるので、その分で30リットルに増えるということだと思うんですね。で、もともとが25、そしてそこに拡張機能を入れて30リットルということになると思います。で、拡張機能、どこに拡張機能があるかというと、トップのところにですね、このように開いてですねカメラが入るんですけども、ここにですねこの分の拡張できる、こういうところがですねこのような形で広がるんですね、間口がこう広がってくる感じ、これによってですね結構容量が増えてくるので、その分を含めてこの30リットルということになっているんだと思います。それだけではなくてですね、かなりいろんな機能が満載されているので、最後まで見ていただけるとどのぐらい機能的に優れているかということが分かると思います。とってもよく考えられているカメラバッグで、今まで使ったカメラバッグの中ではですね最も使いやすいバッグであると言えると思いますね。それでは最後までご視聴いただければと思います。こちらがですね、こちらの商品のリンクページになります。こちらのリンクページ開きますと、このように表示されています。防水カメラバックパックアルファバックパック 25L となっています。で、先ほどご説明したように30というふうな名称もありますので、ちょっとここら辺の商品名が明確ではありませんので、品番でお調べいただくといいと思います。 KF13.105 という商品番号ですね、品番ですね。ですので、こちらの方でご確認いただければと思います。こちらのですね URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。それではこちらのカメラバッグのご紹介をしたいと思います。まずこちら脇のポケットですね、このポケットにペットボトルがこのように入ります。ちょっと横を見ていただくと分かるんですが、この後ろですね、ここにネオプレーンのような素材になってまして、かなり伸縮性があります。ですので、ここにですね三脚を設置することもできるようになっているんですね。で、今こちらにつけているですねフィルターのケースなんですが、こちらは別売です。こちらはですねぜひご購入いただいて、こちらにつけていただくということで使っていただくといいと思います。ストラップはですねこのように外すことができます。なぜ外せるのかというとですね、こちらをこちらにつけて斜めにつけることによって、ワンショルダーのカメラバッグになります。ですので、荷物が少ない時はこのようにワンショルダーにして、このように回転させることによってカメラを下に置かずにですね使うことができる。これはバックパックの状態にしても使えるんですが、ワンショルダーが速射性に優れていいという方はこちらに使っていただくことで、ショルダーバッグ的に使えるということですね。で、このようにまた取り付けが自在にできますので、このように取り付けていただきます。取り付け部分はですね金属になっているので非常に丈夫にできています。で、このストラップをぐっと引くことによってきちっと体に密着させることができるということですね。で、こちらにですねチェストストラップというのがありまして、これをこうつけることによってカメラをぶらさずに持って歩くことができるということですね。こちらの前にあるこのバッテンになっているようなストラップの形なんですが、これはですねこういうふうに、暑くなった時などはですねこのように留めておくことができるのは結構便利だと思いますね。で、表側からこうすると出せない感じ、出しにくい感じがすると思うんですが、このように脇から出すことができます。カメラはですね、で、ペットボトルを今外して中身を全部見ていただきたいと思いますね。背中側にはですねこのようなパソコンを入れるスペースがある、
15.6 インチのパソコンが入ります。結構ですね、ここも容量があってしっかり作られています。クッション性もあるのでノートパソコンを入れておいても安心だと思います。でこの下にはですね、レインカバーが入っています。まあ、もちろん元々のカメラバッグがですね、防水性能が非常に優れているのでなくても大丈夫だと思いますが、長時間雨の中を歩くときなどはこのカバーをかけておくといいと思いますね。上の部分を開きますとこのようになっています。ガバッと開いてカメラを出すことができます。で脇、反対側ですね、反対側の方にもこのようにスペースがありまして、レンズがですね、もしくは小さいカメラだったらカメラも入れることができるんですが、ちょっと大きめのレンズをこのように2つ入れています。まあ、こちら今入っているポーチはですね、これは付属されていません。これは私が使っているカメラポーチなだけですね。ですので先ほどのフィルターケースとこのカメラポーチは付属されていません。他は付属されているものですね。で中はこんな感じになっています。それとですね、内ポケットのこのところ、このように内側にポケット、隠しポケットのようなものがあるんですけど、こちらにですね財布なども入れることができますね。まあ、もしくはフィルターですね、いろいろなアクセサリーを入れることができます。あとこちら側にはですね、このようなカードを入れる SD カードケースを入れておくのもいいと思いますね。それとこの上の方にですね4つポケットがあります。こちらでにはですねバッテリーを入れることができます。このようにですね伸縮性があるので多少の大きさの大きさがいろいろあると思うんですが、まあ、それであっても十分入れられる仕様になっています。全体で、これだけのカメラレンズが収まるカメラバッグです。見た目よりもかなり容量がありますね。45リットル分ぐらいとあまり変わらないぐらいの容量入りますね。でじゃあ前はどうなっているのかというと、こういう感じになっています。この隙間にもですね、中央の隙間にも物を入れることができます。レンズこのように今2本が入っているわけですね。そして脇に入っていたのがこのカメラとレンズ付きという形になりますね。上の部分ですね、トップの部分はですね2つファスナー見えると思うんですが、これは拡張用のファスナーなので、このホックをしておくとですね、間違えてファスナーを開けてしまうということはないと思いますね。あとこちらですね、この形を変えることができるんですね。で今回は今こうなってるんですが、潰してですね形を変えることができます。自由に変形形状を変えることができる。今カメラが入っているのでこのようになってますが、これをちょっと押し込むとこのように真っ平らになりますね。そうするとこちらの上の部分の容量が増えます。で、バッテリーはこのように下から押し出せばですね、簡単に取り出すことができます。色分けされているので未使用、使用済みというような形で分けることもできますね。ですので全てこのファスナーはですね、防水になっています。ゴムがついていてですね、水の侵入がないようになっています。でこちらがレインカバーですね。レインカバーをつけるとこんな感じで折りたたんでこの下に収めることができるわけです。持ち手はこのように2箇所あります。後ろ背面にですね、このように手が通るわけですけども、この部分はですねカートなどにかけるときに使えますね。でグッとストラップを引くことによってしっかりと体に密着させることができます。まあ、このように下に下ろさずともですね、カメラを開けて出すこともできます。まあ、多少力がいるので女性には難しいかもしれませんが、男性でしたらこのような使い方ができますね。まあ、それとレンズの交換なんですが、レンズの交換もですね、カメラを首にかけておきながらこのようにストラップを片方を外すとですね、ここにカメラ望遠レンズがついているカメラですね、こちらをこのように外して取り出すこともできます。まあ、反対側には交換レンズが入っているので、交換レンズをこのようにして出すこともできるわけですね。まあ、この一連の作業がですね、すべて
カメラを下ろさずとも使えるということも大きな特徴の一つですね。バックパックというのは主にフロントにファスナーがついてますので、どうしてもカメラを下ろさなければならないということがありますけども、こちらのカメラバッグは下ろさずとも全て作業ができるというところが大きな特徴になります。いかがだったでしょうか。カメラバッグというといろいろなカメラバッグがあるんですが、今回はですね、一等的に全部を入れてみました。まあ、実際にはですね、ここまで入れるよりももう少し少ないシステムにして持って歩く方が使いやすいカメラバッグかなという感じがします。まあ、入れようと思えば45リットルレベルの内容が入るぐらいの拡張性があるので、非常に無駄なくできているカメラバッグであるということが言えます。それだけではなくてですね、まあ、デザイン性にも優れてますし、まあ、背負った時の感触でいうとですね、重さのバランスも非常に良かったので、スナップそして風景両方撮れるカメラバッグだと思いますね。ですのでカメラバッグとしてのですね、機能が非常にありますし、そのリュックタイプでありながらショルダー的な使い方ができるという便利さも感じていただけるのではないかと思います。それではまた YouTube でお会いしましょう。